三方領地替えとは、江戸時代に、江戸幕府が行った大名に対する転覆処分の手法の一つ。大名三夜の領地を互いに交換させることを言う。例えば、領地 A を持っている、大名家 A を、領地 B へ、領地 B を持っている、大名家 B を、領地 C へ、領地 C を持っている、大名家 C を、領地 A へ、同時に転覆すること。三方領地替え、三方書下へ、 三方国がえともかく、江戸時代を通じて何回か行われている。四、家が関係した、司法領違いの例もある。道の区国白川藩主、酒木原忠次を、張馬国姫路へ、姫路藩主、松平直則を、越後国村上へ、村上藩主、本田忠義を白川へ転覆したもの。6月9日に発令された。松平直則が幼少であり、 最国の用として重視されていた姫路藩主は過重で、ある、とされたため、長時て後に名の則は、姫路藩に復帰している。伊勢国亀山藩主、松平の里を、山城国淀ドへ、ヨ藩主、松平光寺を、島国鳥羽へ、鳥羽藩主、板倉重春を亀山へ転覆したもの。11月1日に発令された。越後国高田藩主、 松平忠剣を、道の区国白川へ、白川藩主、松平明の領、張間国姫路へ、姫路藩主榊原誠順を高田へ転校したもの。11月1日に発令された。榊原正澄の父である、榊原正峰に対する幕閣からの隠居禁止に、次、ぐ、さらなる懲罰、及び誠順が、まだ幼いため最国守備の要償である姫路は、不相応である、 とされたことによる。上野国立林藩主、大田助都市を、東東海国掛川へ、掛川藩主、小笠原長幸を、道の区国,国棚倉へ、棚倉藩主、松平竹本を縦林へ転覆したもの。9月25日に発令された。日向国の岡藩主、牧野貞道は、幕格で出世し、江戸に近い日立国笠間藩へ、笠間藩主の井上政景が、 道の区国岩北平藩へ、岩北平藩主の内藤正樹は、お家騒動や百姓一揆の懲罰として、延岡藩へ転法となった。江戸時代期間中の大名の転法として、道の区国岩北平から、日向延岡への転法は、最も長距離の転法記録である。非前国唐津藩主、土入里を下佐国古,古川へ、古賀藩主、 松平幸福を三河国岡崎へ、岡崎藩主、水野忠任を唐津へ転報したもの。9月開日に発令された。東都海国浜松藩主、井上聖邦、道の国国棚倉へ、棚倉藩主、小笠原長政を、紀前国唐津へ、唐津藩主、水野忠国を浜松へ転報したもの。9月14日に発令された。唐津藩の義務である、 長崎見回り役を嫌って、幕閣入りを熱望した水野忠邦が各方面に増愛して実現させた。念願叶った忠邦は、後に老中主座にまで上り詰め、天保の改革を推進する。なお、井上の棚暗い法は、周分事件を起こしたことに対する懲罰の意味合いが大きい。道の区国白川藩主、松平沙長を伊勢国桑名へ桑の藩主、 松平忠信行を、武蔵国忍へ、押し藩主、安倍忠主権を白川へ転報したもの、3月24日に発令された。白川藩隠居だった元老中主座、松平貞信が、公安財源を持つ桑名への転報を狙って仕掛けたものとされているが、移設として貞永が、江戸湾の解剖警備への負担に耐えきれずに、江戸湾岸の下佐国桜藩への転報を、 願ったところ、桜藩主、ほったただしあの抗議を受けて紛糾したため、桜藩が白川藩の代わりに、江戸湾警備を引き受ける代償として行われた、懲罰的天保との説もある。なおこの領地会がきっかけで、福島県白川市、三重県桑名市、埼玉県行田市の三市は、姉妹都市となっている。上野国立林主藩主、 松平武氏厚を岩見国浜田へ、浜田藩主、松平安志尺を、道の国,国棚倉へ、棚倉藩主、井上正春を縦林へ転保したもの。3月12日に発令された。浜田藩で起きた竹島事件に対する懲罰的転保とされている。ただし、岳厚氏の養子、松平明は、第11代将軍、徳川家成の実子であるため、 滝島事件に乗じて、立林よりも豊かな浜田を、裁量に与えようとした側面もある。ただし、裁量は藩主を継ぐことなく没している。武蔵国川越藩主、松平成常を、出羽国省内へ、省内藩主、堺井正敷を、越後国長岡へ、長岡藩主、牧野忠政を川越へ伝報しようとしたもの。実現することはなかったが、数ある。 味方領地会の中で最も有名である、第十一代将軍、徳川家成の実施、聖書を養子に取った川越藩主、松平成常が、実高が多く裕福な庄内藩領地を狙って、抜閣に働きかけたものだったが、庄内藩の市民を挙げた猛烈な抵抗にあい、翌年うるう1月に、家成が没すると初代名の間でもこの問題に、対する不満が高まった。 同年7月に十二大将軍、徳川家義の天意人望に従うとする判断によってさたやみになった。では国山形藩主秋元志朝を、上野国立林へ、立林藩主、井上正春を、東東海国浜松へ、浜松藩主、水野忠清山形へ転覆したもの。11月開日に発令された。水野忠清の父、忠国が、 天保の改革の失敗と不正を咎められ、隠居させられた上でのさらに天保であった。また、井上正春は文化14年に浜松から棚倉へ天保させられた聖保の子だが、この発令で井上氏は浜松へ戻ることになった。井上氏は遡る遠京4年と天保7年の味方領違いでも天保している。下谷国宇都宮藩主、本田忠平を、 大和国軍三へ、大和郡山藩主、松平信行を、下佐国古川へ、小賀藩主、堀田忠中を、出羽国山形へ、山形藩主を平ぴょちゃんを宇都宮へ転封したもの。6月22日に発令された。下佐国小賀藩主、松平信宿を、三河国吉にへ、三河吉田藩主、牧野重中を、日向国延岡へ、延岡藩主、 三浦明隆氏を三河国刈屋へ刈屋藩主、本田忠義を古川へ転覆したもの。7月12日に発令された。この職務のために唐津藩主は老中に就任することはできない。しかし、この違法で唐津藩に入った小笠原家から、後に小笠原おさゆきという老中が出る。ただしおさゆきは、責務がある唐津藩当主ではなく、正師つまり、 責務がない身分のまま老中となっている。三田村遠魚の説を引いて、雲州松江十万六千国の松平では守るを、省内へと書かれている。松江藩は十万六千国ではなく十八万六千国なので二重に誤っている。なお、省内藩の事情として、坂田の本負けが、堺井家に莫大な金を貸しているので、借り手に行ってしまわれては困るため農民に費用を出して、 運動させた、とある。直木系越前末平家はと違法が大変多く、引っ越し費用のために莫大な累積赤字を抱えていた。ありがとうございます。